日本マランツ株式会社は、かつて存在した音響機器、映像機器、通信機器メーカーである。2005年4月1日に株式会社 D&M ホールディングスと合併し、消滅。以降マランツブランド製品の企画、開発、販売などは D&M が行っている。マランツ 1122DC ステレオアンプリファイアー、マランツ CD-R500CD。 プレイヤースタンダードブランドの特定、省電力無線電話機 HX-620 前身は、ポータブルラジオやテープレコーダーなどを製造販売していたスタンダード工業。ポータブルラジオにおいてはトランジスタなど機関部品の自社製造は行わないものの、弱い電波を確実に補足する受信性能の良さや、超小型トランジスタラジオ、マイクロニック。 ルビーシリーズに代表される小型化において、設計開発力、実装技術を発揮していた。その社風は、スタンダードのブランドとともに、アマチュア無線機、業務用無線機などの通信機事業部に引き継がれ、ハンディ型や、車載型のトランシーバーを、長年得意としたが、1998年から2004年頃に、かけて、通信機事業、拠点及び、 関連資産のほとんどを、ヤエス無税や株式会社 CSR などに順次、売却、譲渡し、通信機器分野からは撤退している。1968年にスーパースコープ社と提携し、後に資本参加を得たことで当時スーパースコープ参加だった、アメリカの高級オーディオブランド、マランツ製品の設計、生産に携わる。1975年に社名が、 日本マランツとなると、ハイエンド製品も日本での設計、生産が中心となっていく。スパースコープ、ユニックスなど、マランツ以外のブランドで、ラジカセやミニコンポなどのゼネラルオーディオ機器も生産していたが、台米輸出を強く意識した製品企画やデザインは、日本の家電市場において、やや浮いた存在であった。1980年末にフィリップスへ売却される。 フィリップスは当時発売直前だった CD の普及を図る上で電球やシェーバーなど生活家電の印象が強いフィリップスとは別のブランドで製品を展開したい意向を持っていた。一方、スーパースコープはその後約10年間にわたり本国である北米、カナダ地域のみでマランツブランド製品のビジネスを独自に継続したため日本マランツは台米輸出編長から 欧州市場へ意識を移し、アナログからデジタルへのシフトも同時に行うなど、ものづくりの大転換を余儀なくされる。まずは、フィリップス開発の CD プレイヤーに、マランツのブランドが付けられ、生産を担当。続いて、最新のフィリップス製部品を数多く搭載した自社の CD プレイヤーを開発し、日本のオーディオ市などでは、デジタルオーディオ分野で先行するメーカーと一気に肩を、 並べる存在となる。製品の音質検討に用いるスピーカーも、スーパースコープ参加時代のアメリカ製品から徐々に、欧州製品へ、以九1994年からは一貫して、B&W 社のスピーカーを用いている。フィリップスの影響は、音作り以外にも及び、特に、プロダクトデザインの分野では百八十九年頃から、欧州製品を思わせるスマートなデザインの、 製品群を続々と発表。1990年代後半には10万円クラスのプリメインアンプに高さ 110mm のスリムな筐体を採用したり、2000年代後半からはフロントパネルを縦に3分割し、両サイドを奥行き方向にラウンドさせた独特な筐体デザインを採用している。フィリップスの参加から独立し、デノンとの経営統合を経た2002年以降は、 映像機器や AV アンプへの取り組みを強化する一方、2010年からは DLNA や AirPlay に対応したネットワークオーディオプレイヤーを投入するなど、オーディオ製品にも再び積極的な姿勢を見せている。デノンとの経営統合前から行っていた、イギリス B&W 社製スピーカー、アメリカオーディオックウェイスト社製接続ケーブルの日本国内での輸入代理店業務は、 親会社にあたる D&M ディストリビューター営業部に引き継がれている。かつてはフィリップスの音響、映像製品やデンマークバングオルフ戦車製、オーディオ機器の輸入代理店をしていた時期もある。ありがとうございます。